玉袋蚊に刺された右の玉の裏を人前では恥ずかしくてかゆい書きたい書けないでも足も顔もむき出しだったのにどうして幾重にも守られた宝物を狙うのきっとまでも蚊に刺された川と筋の境を平常時は包み込まれかゆい書きたい書けないの蚊に刺された今宵は左の玉を耐えきれずに僕は浮きを抜いた